舞台、いやむしろ忘れて草。子どもの城青山円形劇場で5月16日から26日まで公演しております。はい、1番目に生まれました長女和美役の菊池亜希子です。2番目に生まれました次女双葉役の伊藤愛美です。3番目に生まれました三女美希役の満島ひかりです。最後に生まれました四女春奈役の福田真由子です。はい、稽古はどうですか？なんかあれだね、毎日豆大福食べてますね毎日ね。おやつは豊富です。おやつは豊富ですあきこちゃんが豆大福好きでね、はい、みんなが豆大福持ってくるから毎日どっかの豆大福食べてます、はい、どうですか稽古は？優しいお姉さんを撮ったのを楽しくやっております。あ、なんかちょっと怖い。ちょっと私は今スランプですね。みんなスランプ。いや、私もかなり。ちょっと本番近づいてきて、やっぱりね、あの円形でお客さんが360度いるのと、あとやっぱ話がそのすごくあのはっきりした話、はっきりくっきり白黒な話じゃなくて、こうグレーゾーンがすごく多い話だから。スランプですね、はい、たまにこう、うん、演出の前田さんとバトったんで最近ドキドキしながら、ドキドキしながらどうですか？え、もうあのかなりスナップに入って、スナップえみちゃんはいつもよく噛む普段のセリフではもう噛まないけど普段の言葉でよく噛む恥ずかしいでもなんかみんながね、でもいいところに向かってる気がするのでなんかこの4人でやれることがそれでもう十分だと思っておりますなんかあの顔とか全然似てないんですけど、なんかどっかに似てるところがこことこことかこことかこことか、いろんなラインがあって、いろんなラインがあるんですよこの中にね、そういう感じですそうそう、そういう感じでも本当になんか本当の兄弟みたいに見えたらいいねってみんなで話してやってて、あとなんか他のあの役者さんたちもすごいいい人ばっかりで悪い人みたいよね逆になんかあの黒田さんもいつも面白いことしてくれるし小山くんもいつも真面目で一生懸命だし、野島さんもなんかすごいマイペースでふわふわしてるしあそこでストレッチしてる志賀さんが面白い志賀さんが出てくるとこでいつも笑いそうになっちゃう気をつけてなんかね、志賀さんなんか一人でよく笑ってるよねそう、なんか今ちょっとハマってることがあるみたいなそれだってはい、そんな感じで楽しく稽古、楽しく悩みながらも楽しくやってます、はい4人だったらできると思います。8人だよ。あ、8人あ、9人9人かそうだね、9人だね。できると思います、うん、はい、今日はみんな菊池亜希子大先生のオーバーオールを着てお送りいたしましたということで、はい、はい、せーの、見に来てねー。